三岸節子という星。私のアトリエには一枚のパネルがかかっている。フランスのベロン村に三岸節子画伯の家を訪ねた時の記念のスナップである。紫のライラックが咲く5月の庭のテラスで先生と私は微笑んでいる。私のアトリエを訪れる友人の多くは、お二人の顔ってよく似ているわね、という。そうかしらね、と答えながらも、ちょっとくすぐったいような気持ちは隠せない。1982年の春、パイの花市場で抱えられるだけの深紅のバラを求め、山深いベロンにお伺いした日のことが鮮やかに思い出される。しばらく日本食に飢えていた私のために先生は昼食に和食を用意して待っていてくださった。手作りのおもてなしに私は大感激したのである。淡々と近況をお話しになる節子先生、ご子息の北郎さんと奥様、皆さん物静かで優しい雰囲気のご家族であった。先生はアトリエにはお客様はお通ししないことにしているのよ、とおっしゃいながらも、あなたならいいわ、と案内してくださった。壁にかけられた制作中の数枚の絵、何気なく置かれたパレットや絵の具箱、筆やナイフ、どれも節子先生の気配を伺って、密かに息づいているように感じられた。そしてこの15畳ほどのアトリエが、彼女の凄まじい戦いの場であることは容易に想像できた。かつては美しくモチーフとして使われたであろう花々が枯れたまま花瓶にある。彼女の絵の中で永遠にその美を称賛される花々をじっと見つめている。私は画伯が絵にぶつけているほとばしるような魂の叫びを垣間見たように思った。今日の画壇における地位を築くのはどれほどの童貞であったかと思いを巡らしてしまった。素晴らしい恋をしないと良い絵は描けない、という彼女の言葉を私なりに受け止めていた。恋する感動が良い絵を描かせる原動力となる。感動する心を失わないようにということだろう。また彼女は色彩感覚は先天的なものよと言ったが、美の創造はキャンバスに向かっての孤独な戦いによってのみ真実の色彩が作り出されるのであろう。私は充実した気持ちでお招きいただいたことに感謝しながらベロン村を後にした。その後5、6年経った頃、名古屋のデパートで先生の金作展を拝見した。甘いの素晴らしさに息を呑んだ。その絵に描かれた花々はどれを見ても若々しい生命の喜びに満ち溢れていたからである。彼女の絵に対する限りない愛を感じた。作品たちは生きている喜びに心から歌っているかのようであった。レセプションで先生にお目にかかった時、私は思わず彼女に向かってそっと囁いた。わかりました、先生が限りなく恋をしていらしたことが、先生は今花に恋していらっしゃるのですね。彼女はわらべのようにはにかんだ優しい顔をして、そうとにっこり微笑んだ。94歳でお亡くなりになるちょうど10年前のことである。